クリコールアルデヒドは存在できるものの中ではアルデヒド元とヒドロキシル元の両方を持つ最もシンプルな分子である。ジオースは正確には糖類ではないがクリコールアルデヒドは唯一可能なジオースである。ホルモース反応の中間性生物である。クリコールアルデヒドはアミノ酸のクリシンを含む多くの線具体から形成する。 解凍系のフルクトースマイナス1、6ビスリン酸状のケトラーゼの反応によって形成することができ、この化合物はペントースリン酸経路中でシアミンピロリン酸によって輸送される。クリコールアルデヒドは多くの植物に見られるが、天の川でも地球から2万6千光年離れたところに確認されている。上述のように厳密には糖類には分類されないが、 惑星間でのグリコールアルデヒドの発見は宇宙空間で見られる東類として多くの出版物で報告されている。さらに2012年には IRAS16293 から2422という原子性において惑星ができつつあると考えられている原子性では初めてグリコールアルデヒドが発見された。これに伴い惑星が誕生しようとしている時には 惑星自体の生成に先立って、より複雑な構造の有機化合物が生じる可能性が示された。ありがとうございます。